一方セ・リーグはどこが、ね、注目はでもまあセ・リーグだから今1位から6位まで6ゲームじゃないですか、うん、で逆にパ・リーグは1位から2位が6ゲームなんで、うん、要はパ・リーグの1位2位が1位から6位までいるんで、うんうん、正直この交流戦で落ちるもあるし。 上がるのもあるんですけど、うん、ここ最近の統計見てても、うん、やっぱ優勝してるチームって比較的交流戦やっぱ結果いいんですよね。うん、だからヤクルトが二連覇した時も結構上位ですし、うん、で優勝もしてますし、で広島が三連覇してる時も、うん、カープって交流戦十二球団で一番成績悪いんですよ、トータルの。うんうん、それなのにあの三連覇してる時は二位とか三位とか交流戦抜けてるんですよ。うん、でジャイアンツが三連覇した時も優勝もあったり上位なんですよ。うん で去年の阪神は10位だったんで、うん、まあちょっと珍しいパターンもあるんですけど大体、うん、いいセ・リーグの優勝チームは交流戦5位以内に入ってきてるんでんここをどう踏ん張るかは結構詰まってるだけにどののチチームにもチャンスあるんじゃないのかないいかと思いますねだから逆に言うとホークスに3連勝仮にしたら交流戦でゴッていく可能性ありますよね。じゃあセリーグはとにかく ソフトバンクとどう戦うかが,が,が重要になってくると思いますね、うん、もうここまで勢い持ってソフトバンクが来ちゃったら、うん、ストップ・ザ・ホークスで勝ち星あげれると、他のチームがホークスに負ける可能性あるんで、それだけでもひょっとしたら2ゲームとか、うん、下手したら3ゲームとかつけられる可能性あるんで、うん、そっか、だからこの交流戦ガセ・リーグは大きく。はい、そうなんですよで比較的 パリーグので多分交流戦、ここまでの歴史でワン、うん、ツー、スリーがホークス、ロッテ、日本ハムなんですよ、うん、トータル成績でいうと。うん、だから、このロッテも日本ハムも交流戦で力つけて終盤戦っていくパターンも多いんで、うん、ここら辺に負け越さないようにするのと、うん、あと今、ちょっとセパ・リーグの西部がちょっとだいぶ、多分ぶ12球団で一番状況悪いんで、こんな言い方したらあれですけども、うん、西武に食われちゃうと。 落ちちていっちゃうよっていうところもありますよね。やっぱ投資力がいいんで、壊れる可能性も十分あるんで。なるほどね。そうね、ちょっとセーブ。うん、こないだ、あの、竹内くん、はい、ほぼほぼもう完封するっていう、はい、時で足つっちゃって。足つったって。<laughs> なんか、けん制球が投げた瞬間に、えって。はいはい、で、その後 ガーってやられてもうカツオちゃん呆然としてたんだけど <laughs> だからまああれもアブレイユの守護神の肩持つと、うん、それいくと思ってないからかわいそうですよね肩できてないはでしかも無理に行くじゃないですか、うん、行って一塁ランナーシュート押すから、うん、余計気に使うじゃないですか、うん、で結局通りされて、うん、柳田打たれて、うん、最後近藤打たれるみたいな、うん、ちょっとアブレイユも気の毒ですよね <laughs> あー